おお、行きました行きました。おお、ケトルだ。え、やばすぎ。はい、どうもライクです。ちょっとね、あの声がね入りにくいかもしれないけど、久々の企画をねやっていきたいと思います。インカメラね、画質が悪い。ここはどこか分かりますか？まあ、俺もね全然分かんないよね。1回か2回ぐらいしか来てないから、とりあえずさ、これで1回ずつ。ここはい、とりあえず座ってって、ちょっと雑談を取っていきます。いいですか？声がね入んないから1回近づけよ。 近づけて、なんだっけな、前回首都高の動画アップした時に結構評価が良かったの。回転数の動画で、あの実況のやつね、シビックとかダンボルギーニとか、それをまたちょっとね今回も第2弾としてやっていきたいと思います。で、まあ、いつも通りっていうか、まあ、第2回か、はい、この前の、メンツでやっていきます。とりあえずまあそんな感じでやっていくんだけど、ちょっと今閉鎖されてるらしい。だからちょっと一回時間ずらして、ちょっと打ち合わせとかね、いろいろとしてって、そこから撮影していくって感じ。一回カメラ切り替えて外一回映そうか。はい、はい、ってことで、とりあえずもうアウトカメラの方に移動。いや、ここなんだっけ、大井だっけ。そう、大井パーキングで、これが上がりだっけ。下りなの。まあそんな感じで、まあここまで行けるみたいですね。確かに下りか。で、まあなんだろうな、まあ、ここはね撮っても意味ないと思う。そんなにね撮る車両がないから、はいはい、とりあえず今こんな感じですよっていう現状で、まあ、これから車に移動して、まあいろいろと撮っていきますと。はい、じゃあ一回ちょっと切り替えますか、また。はい、ってことで、とりあえずスタートしていきます。お、なんか車がねみんな止まってんね。うん、なんでこんなところに。でもこれから多分集まってきても走るんだよね。写真撮ってたんだよ。まあ、マジで、うん、走るやつは多分走る。これからで大黒閉鎖されたから、その流れで走ってるやつもいると思うから、今時間帯的にも今10時過ぎぐらい、まあ、12時ぐらいまでちょっと激アツじゃないかなっていう。よし、じゃあまた切り抜きでいきますよ。はい、やってましたよ。はい、C1 に行きました。ちょっと長かったね、車で。まあしゃあないで、まあ、こっからですよ。こっから速い車行ったらカメラを向けてまあまだ序盤、今入ったばっかしだからちょっとね。右。おお、じゃあ、あれ、ほんと初心者丸出しやん。すごいな、ですよ。まあまあ飛ばすね。飛ばすな。初心者マークつけてだいぶ飛ばしますねやばいな。大丈夫かな。実は初心者じゃないんじゃない。あ、セーフティー出てる。え、帰ってて。右。本当だ。お？え、パトカー。結構飛ばしたな。なんでよ。パトカーかな。パトカー。来るか。そろそろなんか。わかんない。お店起きそうな気がする。案外早かった今のパトカー。お、行くか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 。行くか。一歩行かないだろ。行かない。行った。来た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 。来たぞ。おお。お、なんかスバル意外とおとなしかったけど、なんかあれ海外のナンバーみたいな。もう一度行きます。あ、もう一度行きますね。面白かった。行くか行くか行くか。ヤリスの GR だ。おお、いいね。まあまだ序盤ですからね。でも GR じゃないか。なんだろう ね、結構スムーズに、ね、ちょっとさっきまでね、なかなかねいい場面がなかったけど、今それたね。ちょっとね出てくるね、これから少しさ。出てくる。俺もう今回ダメかなと思う。案外後ろのやつが静かだった。うん。来そうじゃね。それ落とす。まだ落としてないね。おお。また来ますか。前回と同じじゃないですか。色は違うけど。つけて。さて、おお。いいのは取れますかね。今のところおとなしいですね。まあ、混んでるのが分かってるからですかね。左からの合流があります。
左に行くか行かない。あ、音すごい、いい音だ。お、中に入ってくる。この間の貸した。行きますね。やっぱ早いですね、ペースが。あー、煽ってますね、だいぶ。ガチ煽りしてんじゃん。うん、ガチ煽りですね。何も映ってないですね。おお、いいね。あー、前の車がいると見えないよ。行った。行きましたね。おっと、これはやばいぞ。これがやばいよ。おこれ前の時もつるんでんな。あ、つるんでっか。ああ、トンネル来てくれますかね、これ。みんな避けてくるでしょ。おお、すごいですね。だいぶ、でも残念ながらちゃんと映ってません。つるんでる。おお、さあ、ここでいい音が聞こえるか。どうだ。反対も言いますね。まだ来ませんか。まだ僕は乗れるところがない。この後吹かさないね。もう一個おとなしいですね。これはすごかったのにね。音がすごい。おお。おお、すごいね。バラバラ言ってるね。バラバラ言ってますよ。この先でしょ。工事中ですからね、今。おお、おお、やば。おお、ね、すごい。おお、やばいぞ、これテンション上がりますね。早く行けって言ってる。いやー、どいた、すごいぞ。入ってきた。ありがとう。ありがとう、行った。おお。お、ランボちゃん左入んの。おお、すげえ。早い。おお、ルーレットしますね、完璧に。すごいね。素晴らしい。これで俺も一緒に出てる。煽ってる。おー、行きました。おー、すげえね。早い。超早い。オフィス、はい、これオフィスだよ。オフィス釣りはこれ。オフィス。おー。取れた。オッケー、オフィス1。オフィス1。どこ、あそこに置くの？あそこに置く。ツイッター投稿して。はい。オフィス置くよって。お、なんだ、すごいね、左側ピューピューみたいな。これで光ったら笑うよ。光るの。
や、さすがに分かってるだろう。あ、減速してるじゃん。分かってる？分かってる。踏んだ。右。あ、右？右。ほら、起きた。おお、エイトじゃないですか。飛ばしてますね。おい、捕まんなよ。大ミス、大ミスだぞ。捕まんなよ、あいつ。大丈夫か？ピカーってなるぞ、あれマジで。あの飛ばし方してた。移動式オービスは出ましたかね。みんな減速してますね。わかんない。大丈夫か。あ、行った行った。こいついいぞ。いい感じ行ってるぞ。置いてる？見てない。いなくなってんね。パトカーっていうか。いないね。ここだったもんね。もういないな。右 S2000 来ました。おー、あ、違う、 Z だね。いい感じだね。どこに行った、オービスのあれ。もう一台。おー、いいね、いいね。だん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 いい車、ね、ここにも置いてないな。だんだんいい車が。もう一度レクサス。右。まだ後ろがちょっとね、後ろも気になりますね、あの黄色い感じの。あ、またいくよ、速そうなの。来たね、右から上がってきた。うん。あ、いや、遅くない？でもそんな遅く飛ばさないね、なんでだろうね。工事中って看板見てよ、下手口から。あ、そうかな。でも速いよ。あ、でも速いか。ここだっけ？ここだ。こっちか。あ、これだ。いるいる、こっちだ。設営中です。ほら、オービス設営中です。まだ出してません、電波。もう多分反応しそう。俺の時期。はい、今急ブレーキした。ほら、反応した。遅いじゃん、もうチェックしてた。こっちすごいな、今池行ったよ。移動式オフィス見かけてもパーッと入ってくるね。すごいな。まだ設営準備中だね。もうちょっとかかるね、あれ。1台。なんだ？レガシーだな。スバルだ。おー、スピリッツ。さっきのじゃねえ。さっきのかな、さっきいたかな。でもなんか、今日本当に平和ですね。ね。思った以上に。もう一台来た。もう一台来ましたか。あ、いた。これ早い、これ早いぞ。右目だ。うわー、早いぞ、これは。もう一度いった。なんだこれは。あいつはその後ろいなかった。ノートノート。この後ろはノート。今の BM はやばかった。カットンだ。やば。いや、こいつも結構出すんじゃねえか、これ、ノート。だってなんかニスモだろ、ね。うん。違う？ニスモ。左側行きます。400R。400R。うわ、すごいね。いや、タクシーじゃないの。いやでも結構速いぞ、このタクシーも。なかなか。おぉ、このタクシーも結構速いぞ。わあ、タクシー、タクシーまた入ってきた。 2台でタクシー並んでるよ。やばいな、バトルすんじゃないの、この2台。やばすぎよ、タクシー。やべえな、またタクシーですよ。タクシー3台。やばすぎ。タクシーも3台並んでるじゃん。ほら、黒いタクシー見えるかな。同じでしかも。やばすぎだよ、ほんと。タクシー多すぎでしょ。なんだ今の、あの黒。おぉ、渋滞に見えた。望遠カメラで映って。いやいや、待て待て待て。事故。事故だ。ちょっと。マジで。ああ、うわ、マツダだ。あれ絶対走り屋だったよ。走り屋か。ああ、こりゃもう C1 走んねえわ。いねえわ。いない、いない、もう無理。あれやってたらもういない。やば。前のあの車気になるよね。車とかも出てるよ、ほら。本当だね、完全だよ。やばいですね。セーフティーが出ちゃってる。今望遠カメラですよ。ひどいよ。ロードスターとマツダ2かな、デミオかなんかの。その手前ロードスター、これ赤いのロードスター。ロードスター5チャーンだよ。たまったもんじゃねえな。やばいね。おお、なんだなんだ。おお、わかんねえな。ロードスター、ロードスター。わー、いいね。静かに走ってるね。そう、
攻めてるね、ロトさん。なんかまだ落とすね。肌叩いてる、肌後ろ？え？なんか落とせるの？前じゃないの？あの路線じゃないの？あれかな？ね、バーンと音でしょ。そう。高い音。お、なんだ？はい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 。はいはいはい。おっと。ないないない。やばいやばい。ポルシェだ。おー、いいね。お、マジで来る。ちょっと待つじゃん。もう来ない？来ない。来てる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 。なにこれ？なんだ？ポルシェ？違う。おお。これはなんだ？インプレッサ？インプレッサから。落ちてきた。なんだ？落ちてきた、落ちてきた。なにこいつ？うん？え？ビッツ。ビッツ。すごい。ポルシェからのインプからのビッツ。攻めるね。え、まだ来てる？来てない、来てないか。GTR だ。え？うおー、リズモですね。すごい。バイバイ。早っ。このトラックやば。これがルーレット族やん、もう。後ろはなんだろう。やばすぎ、早すぎ。うわー、結構飛ばす。あ、これ会社の法人ナンバー、法人ナンバーですね。これはもう1台。え、なにこれ、バス、トラック。今右いる。あ、おそらそら来た来た今めっちゃ速かったぞ。なんだこいつ、遅くしやがって。今 K だな。速い速い、結構速い。いや、もう1台いる、もう1台いる。 K の人いる。あ、待って、やばい、めっちゃやばい、やばい、なんだなんだなんだやばい、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 早くどけた方がいいぞ、こいつ。やべえぞ。なにこれ、なにこれ、ローサだ。あ、さっきのじゃない、さっきのだ。おお、おかえりだよね。ね、おかえり。攻めてんね。いや、素晴らしいね。いった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 。なんだ、何が来る？アルファードの後ろ。お？上がってくるかな。いや、プリウスかな。違う、GTR だ。三号の GTR だ。マジで？ああ。ほら、上がってきた。これどうだろう。さっきの。ミスモかな、わかんない。3号の GTR、ほら。あ、さっきのじゃない。さっきのだ。違う、千葉ナンバーだ。あ、違う？あ、でもちょっと違うか。いや、ニスモ、ニスモだよ。え、同じの、同じやつじゃない？違うのかな？わかんない。やばすぎ。いいねぇ。まあ、そんな飛ばしてる感じじゃないです、ね。ほら、さっきのほら。あ、ペースか。ほら、やっぱりほら、塞いでる。完全にペースからやってる。いいね。でもカットんでない。あ、でもまた行くぞ、これ右に。羽田方面入ってってる。あっちをくるくる回ってんの？もしかしてくるくる回ってんのか、これ。なるほど。右入った。あ、でもなんか、そんなにスピード出してるわけじゃない。うわ、行った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 。もう結構飛ばしてる。あ、そこは普通のヤリス？あ、もう来ないかな、ここ。今いいんだよ。いた？右。86かな、何か。はい、めっちゃ眩しい。86明るいね。スコーン。うおー、86だね。でもまあいいペースじゃないですか。ね、だいぶちょっと早めのペースになってる。うわ、早すぎ。いや、さっきもそうだけど気づかないから、それ。あ、もう一台。うん、もう一台来た。ヤリス。いや、お前ら競ってるだろ、絶対。コンパクトカーで頑張ってんな。すごいな。すごかったね。てか、スイフトに関しては、マジでわかんない。一発目なんて取り損ねたからね。ね。今もそうじゃん。もう完璧に。やば。あ、なにこれ？結構。あ、はい。ベンツだ。G クラス。ああ、でもなかなかいい感じで出してますね。G63。もう一台来た。アウディ。こっちも買っとんでる。言った、うわぁ。S4 だったな。S4 か S3。飛んでるね、あっちも。すごいね。ここはドイツですか。やばいっすね。右側。ん？ランサー。おー、おー、いいね。あー、いいね。なかなか今いい感じですね、今。なんか渋かったね、今のね。あー。これ流す程度だね、今見た感じ。そんなバーッと飛ばしてるからね。それが一周目なのか。いや、でもほら、オービス区間だから多分飛ばさないから。その後に加速していくのかな。可能性ある。結構控えめな音ですね、今回。そんなすごい、いや、わかんない、今エンブレかけてるかもしれない。静かに。シフト1個落としてるかもしれない。逆に。行くぞ、行くぞ、行くぞ。ケトルだ！え？やばすぎ。えぇ？
軽トラガチ勢だったやばいなやばいやばいやばい面白いぞ今のはなんだ今の軽トラガチだったとすごいねまだすんねねそこまで軽トラ走るんだやば軽トラガチ勢だったわやばいやツーシーターだからねまた別の音する気のせいいや軽トラだろ軽トラかな軽トラめっちゃいい音だったな2ドアの車ですよ。ツーシーター2ドアだからな、マジで。あれ、速いぞ。あれ、2台なくなったらクソ速いぞ。これ、まだ軽トラの音かな。じゃないかな。ん？来た、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 来た。何の音？どれだ？あ、でも、結構いい音するね。なんだろう、どれだ？違う、これじゃない。おー、でも来てる。こいつか。これ？こいつだ。おー、なんだ？なんか意外とおとなしい、ね、えあれバカイ兄弟じゃんイ兄弟じゃんなんだこれ一緒に連なってんのかないやわかんない赤いからついてんじゃないよくわかんない本当にダメだ今日一は軽トラだったわ軽トラだね軽トラ一番笑ったわ軽トラが一番やばかった今のは今日一だった軽トラがやばかったあーおとなしいおとなしいねおー77ほら、セーフティーカーも走ってるセーフティーカーいや、大渋滞だよ、大渋滞やばい事故やってるからさ、反対側もうこれはこうなるよカオスだね、ちょっと、ね、もう走りは多分もう無理よ走んないと思う、こっちはこいつは攻めすぎだろやば、ね、いやもう終わりよ今日はもう終わりよ、ね、今日は時間の方がもう3時ぐらいになりますからねまあ今日は頑張りましたね、我々本当。いや俺マジで最後の最後に来たねあ覆面だこれだこれかこれ覆面だよこれ覆面だよ多分ほら覆面だよしかもスーパーチャージャーの覆面だよあれ追っかけんぞ多分あれ追っかけるよ多分あれホイール純正かなあ純正純正なあれ追っかけるよカットの人は多分追っかける来てないねセイスコださっきのかおとなしいおとなしいで大見せるからほらうわさっきのかさっきのやっぱ今日回ってるよこのスイスは加速するとこみたいなでもなこの大見せポイントじゃないところでまた遭遇できればよかったけどね無理だねちょっとねカットのさっきのねみんなにもね伝えたいよねやばかったやばいねほんとしれっと吹っ飛んでくんのあのマフラーの音が小さすぎてうもう全然来てるのか分かんないんでしれーっと来やがってしれーっと出てくるんだよえそうスーみたいなえー、みたいな取れないよみたいな来たのお前みたいなねそうかないよねほんと焦ればカメラが間に合わなくなる右側かっ飛んでるとこいつえでもそんな速くないだろいや速いかまあまあまあ出てんねウィッシュパスね、おおまあまあそこそこ出してますねまあスポーツカーじゃねえから盛り上がってくるもうちょい来たもうちょい来たあでも降りちゃう降りちゃうああさよならはいってことでとりあえず本日は終了してます正直ねちょっと待ち時間がね長かったですねだいぶ、まあね、で無事に戻ってきました、はい、いつもの場所にだいたいこの辺は来るもんねで今の時間が、多分朝方の3時45分ぐらい何分ですか3時45分頑張ったね何時ぐらいになったっけ 10時前10時前には確かに乗ってたよねでそっから粘って4時間あーきつかったで最終的に初っ端は全然ちょっとあれだったもんねでもう疲れちゃって休憩ということでそう、すき家で飯食ってで、また再び今度逆の方でね乗ってって感じかなまあでもどうでしたか感想的にいや面白かったでしょ俺はやっぱ軽トラはびっくりです、まあね、軽トラとなんだっけなあれかもうひっそりとくるあのスイスポひっそりとくるスイスポに関してはもう本当にねなんだろう分かんない一発で取れなかったからねいやそう本当に分かんなかった2回目だっけな確かねギリギリなんとかなったっていうのはそうそうそうあれはちょっと早すぎたなっていうのはある完璧に
でも面白かったよ。だって今回また行ってランボルギーニ行ってみたんだよね。そう、あれは面白かった。もしかして相性がいいのかね。ランボルギーニと遭遇する可能性が、相性がいいかもしれないね。あとポルシェを追うあのリーダーも面白かった、ね、ああそう、あれもなかなか。ポルシェと、ポルシェと、なんかいたっけ、ビッツと、ビッツもいたね。あともう一台何だっけ、なんかいたな、あと、あれだ、インプか。インプか、うん、インプ。で、あとは、あれか、エボもまあそんな飛ばしてないけど。あ、エボも軽くいたね、流してる、うん、と、あとは、移動式オービスの設置が始まるところが見れましたと。まあ設置してたし、もうやってたもん。そうそう。で、反対側ね、俺らが、あの最初走ってた方ね、そう、そう、前にね、ちゃんと制御してくれるようになってる ね、 ね、なんだっけ、あれが面白かった、ペースメーカーっていうのが面白かったあれ取っとけばよかったけど、ペースメーカーって言ったのペースカー、ペースカーです。はい、事故も起きてたし、今日はいろいろあったよ。そうだね、事故もあれはね、なんかどっかの黒い車だったね、あれ。デミオとロードスター、両方マツダだった。あ、まあ、だって降りてきた兄ちゃんたちのパーセントめちゃめちゃ若かったじゃあルーレットしてたってことですね。多分そうだよ、めっちゃ若かったマジで。でもあんま見かけなかったから、多分1周目でやったから、1周目か2周目でやったんじゃないのかな。1周目か2周目でやったよね、多分ね。絶対変なギャップ踏んでハンドル切り間違えたか、前のデミオが、うん、あの進路変更何も見ないで突っ込んできたのって違うと思うよねだいぶあれだったな、なんか、まあ面白かった。しょっぱながちょっときつかったけどね、やっぱり。まあ、まあ、時間が時間で今ね、こうご覧の通りもう何もいないよね、もうあんまり全然。はい、まあそんな感じかな。はい、でまたちょっとね、そのうち機会があればやりたいけど、まあ正直言うとテンションのこの上がり方っていうのは前回のランボルギーニと。シビックの3台、あれが一番良かったねっていう。まあでも今日もまあ悪くはない。今日はあの出来事が多すぎて、そう、何が何だかよく分かんないけど、とりあえずまあそれはそれでいいかな、まあ、前回みたいには上がってはないけど、まあ、まあ悪くない実況をしたんじゃないかな。首都高はちょっと今日は忙しかった。忙しい、忙しい一日で、工事もあったしっていう感じで、まあそんな感じかな。はいですね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。はい。Thank you.